いざ出発。なっている竹内、果たしてどこまで口が悪くなってしまうのか。もうやだ、もうやだって。わーすごい、これ両極端だな。こんな一瞬落下直後、広島の口の悪さを封印し、お手本のような絶叫を見せる竹内。対して小西は絶叫マシンとは思えないほどの笑顔で陽の異常者っぷりを発揮。爽やかな小西。そして対照的なリアクションのまま帰還。